あ、こんばんは。どうも。山口が生んだナチュラルボーン深海魚、ピスタチオ高でございます。世界記録が128メートル、まあこのフリーダイビングの世界ではですね、128メートル下まで行って戻ってくる。倍かな、倍はいけるな。やってみないと分かんないですけど、倍はいけるかなと思います。そしてあの小娘3メーター潜ったら多分ブヒブヒ言いながら上がってきますんで、別にそれは問題ないです。ナチュラルに勝ちます。ありがとうございました。もう何、まあダイビングか。愛知県のゴブリンシャークです。マカロンです。足を使うんですよね。あの脚力は任せてください。はい、カメラ下見てください。この足、ピスさんはあの足短いんで多分無理なんで、はい、私が世界一取ります。ありがとうございました。女に二言はねえから。最近漫画読んでる？漫画はあんまり私で読まないです。え、キングダムは読んでないです。なんで？弱虫ペダルは見てないです。え、ケイデンス上がってないの？え、ケイデンス、ケイデンス知らないです。上がってないの？はい。嘘だろお前。どういうこと？上げなきゃダメです。そんな用語使われてもスーパースリムクラブ。本日実践するオールさん、早速ですがマカロンさんお願いします。東京都中野区にありますグランパ中野さんです。はい、で撮った機種は僕はバックマンです。はい、私モンキーダン2です。はい、というわけで早速ジャッジメントいきましょうか。ドゥドゥン。さあ、それではピスタチオから行かせていただきます。まあそうなんですよ。前回何でしたっけ？ 74.4 ですね。じゃあマカロンさん行きましょう。はい、マカロンさんが前回の体重が 55.4 なので増と、はい、アップということで、まあ、ちょっと僕いいっすか。まずあの最近ラジマンさん帰ってきたんですよ。ああ、そうですね。嬉しくてね、食って飲み食い食って飲み食いよ。食った後に飲み食いするからそれもうほんとね申し訳ねえな。次回は痩せてなければ僕はもうこの場でお肉を削ぎ落とします。だから来もう、いやいやいや、次の種類あのバタフライナイフ持ってきてください。もうここバッ削ぎ落としますから僕は。それぐらいの覚悟を持って次回は絶対せます。僕は絶対。マカロンさんはえ、なんか言い訳的なやつ。だから日本が悪いって言ってるじゃない。日本白米が悪いんだよ。日本は白米生産しやがって。白米なきゃ生きていけねえんだ。毎日毎食毎夜食夜食が白米ないと。まあ、今回はちょっともう言い訳込みの体重が増えておりますんで、はい、次回は絶対に2人とも痩せます。そうです。痩せなければもう薬くらい打ち切りです。そうです。2人とも痩せたいと打ち切りです。どっちかが、はい、どっちかの足引っ張っても打ち切りです。はい、いいですね。はい、で今日はもう絶対に負けません。あなただけにはもう負けませんとね。今日だけは絶対にプラスを、はい、むしろマカロンさんを絶対に食わせます、太らせます。というわけで早速スリクラ実践スタートです。はい、それでは朝から、モンキーターン2を打っていこうと思います。モンキーターン、多分ガックンしたと思う。さあ、それではスリクラ実践していきましょう。実践機種は、ファミスロスロットパックマンでございます。いきましょう。いやー、打ちたかった、超打ちたかったパックマンです。で普段このアクロス系を打たない方
ノーマルタイプ打つとしても羽羽ジャグラっていう方にすごいぴったりのダイス。もう左ヒールの配列は基本的に狙いどころ、多分世の中で一番設置台数が多い、ノーマルタイプに酷似してます。なんでちょっとね、恐れずというかノーマルタイプあまり苦手だなっていう方もね、これ打てるんで。でなおかつちょっとね、あの左リールが単調だっていう方は右リールの狙いどころによって変速押し、あとは中押し、この辺もあるので、で今日全てをお見せすることはできないかもしれないですけどね、ある程度このパックマンを楽しみつついきたいと思います。あ、今日チェリー、あ、懲罰頼みます。お願い。OK。よし。173ゲーム、投手 7K で懲罰。わかりやすいから柳さんでいくか。中行け。早かった。投手 7K ですね。175ゲーム懲罰チャレンジから SD ラッシュ。女の子、とりあえず単発は回避したい。現実的な目標でいきましょう。よし、レースで勝ってくれ畑野くん。あー、どうなんですかね。でも悪かないって感じです。悪、微妙です。勝てん。はい、よし、いいよ。 OK OK、勝ちました。よし、とりあえず単発は回避です。これマジでめっちゃ嬉しいんですけど、継続確定しました。ではレースにかけよう。グランドチャンピオン決定戦、えのきさんはいないけどな。カットイン入って、あ、オッケー、女もらったぞ。あー、黄色、どうだ、大丈夫でしょ。あー、負けたよ。いや、ダメか、あれ。はい、サレ297枚、ノーアナシ、ダメだったか。次の SG ラッシュはもうちょっと上乗せとかも絡めたいですよ。ちなみにさっきの SG ラッシュ1回も上乗せしてないですからね。あ、遅れた、絶対遅れた、うん、絶対遅れたと思います。どうしよう、とりあえずチェリー狙いましょうか。いや、絶対遅れたはず。はい、やべえ、チチチ、いきなし止まった、まあ、チェリー出現地だけ別格と、左リールにですね、チェリー長と。うわー、いいなー。うわ、今マジで遅れた気がしたんですよ。気づいたぜ、俺は気づいたぜて。さあ、はい、ビッグボーナス203ゲーム、投資がですね、5本です、5本。いや、コイン持ちがすごいですね、この台。
さあビッグ中は特にすることはなくマイゲーム振り押しで大丈夫で獲得枚数が最大のよし OK 一発目ビッグ今の違和感気づいたらよかったぜあれ何今のん？やっぱりやっぱそうっすよね なんだ今の違和感何の違和感なんだちょっと待ってください今第2停止あ、まあ、挟んだんですけど右レールをした時なんかね8コマぐらい滑った感じがしたんですよいや多分8コマも絶対滑んないんですけどメインレールなんででもなんかねこのストップまでに間があったんですよね今何かを感じ取りました何かを感じ取りました後で調べましょうはい143ゲームどうだはいレギュラーボーナスあレギュラー中はですねギラリールバーを狙って消化してくださいはいバーを狙えば最大獲得枚数取れますんではい OK ですさあ何かしらの違和感を感じ取りましたよ僕は今いきなり赤、これは熱いさあ17ゲームあ、47ゲームからいった勝ったんじゃない勝つでしょいけるよはい、OK 天国よしよし、いい感じ61ゲームマッチコインできました SG ラッシュ飛び出せあとのこれは継続頼みやこれはまたまたあ絶望私は絶望を感じております勝手にははい絶望です来ました割り込みガモさんに前回を負けておりますサタノーいけるぞおっと青島さんです確定しました出ましたマカロン実況マカロン実況発動しましたいただきました赤ですありがとうございます今年のワールドカップイヤーにオファーが来たというマカロン実況はこれです皆さんレベル高くないですかあ今だ絶対ありましたよね今絶対点滅しましたよねピカってからそれかスタートから消えてかどっちかですけどこれはもうもらったでしょうほらやべえおい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 はいレギュラー57ゲームだから基本モテる男はすごい得意な騎士ですよねこれ何かしらの人の違和感あ髪型変えたネイル変えた今日履いてる靴ルブタンだねとかねそうでしょモテ男はねそういうところすぐ気づきますからまあ俺基本的に、今のところ全部ですね気づいてますからねやはりそこはそれでは皆さん、はい、問題です今日の私の変わったところは何でしょうちょっと体型がパディントン寄りになったモテませんこれはモテませんミスさんあ、危ないおこれボータからでしょでかいよ30ヘイ、オーシャーが第4戦目です2、3、2、3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 、
誰だ。あー、カットいない。ちょっと怖いぞ。出ました、えのきさん。あー、もうこれさようならだ。はい、ダメか、ダメだよな、やはり強いな。535倍。はい、ロゴはあり。ああ、えのきさんか。どうだ。おい、この回いい台じゃない。220でゲーム持ち込み、ギリギリ。ああ、頼む。よし、しかもダブルゾロイやんけ。うわ、200、やば。ピスタチオさん、こっちです。こっちいますよ。はい、200ゲーム乗りました。 200? 200なんで乗ったの。あの、ダブルゾロイしました、V。 嘘だろ。あら、あ、フリーズした、フリーズした。すげえ、メロンチョークだ。メロンチョーク、ビッグでもデレギュラーでも1と6で3倍設定差があるので、これはね、でかい要素ですよ、メロンチョーク。よし、レギュラー。はい、233ゲーム。いよいよ、まあ設定差のある1枚役も2回いけてますし、まあ、もう確定でね、確定でいけてますし、ボーナスいけてる。あとメロンがいい。積もった、積もった。これはマカロンが200乗せたですけど、僕はパックマンの高設定でじわりじわり追い詰めて当たりますよ。よし、ビッグ OK。 はい、 OK。 さあ、どっちでしょう。おい、ビッグボーナス。しゃあ、完璧。ていうか、ボーナスめっちゃ引けるな、これ。6でも130分の1なんですけどね、今95分の1です。やべえ、超当たる、このバックマン。さあ、これでちょうど200メロン取ったわけですけども、今現状1100ゲーム、 5.5分の1。お、もうメロンをぶっちぎっていいですね。これは積もりました。継続確定して200ゲーム乗ったことはすごい嬉しいんですけど、200ゲームあったらもうちょっとね、あの、もうちょっと、ちょっとぐらい乗せてくれてもいいんじゃないかっていう。あ、来た。ほら、今日チャンスもやろ。あ、ボート、逆に熱すぎる。青島ちゃん、3桁、あ、30ゲームだけか。もうちょっと欲しかった。サンブルしましたもんね、今。後乗せ、後乗せあるよね。ナインカーイ、これは継続します。はい、あの、多分私、女性の分類の中でちょっとあまり口がよろしくない方なんですけど、多分それ原因があるんですよね。あの、私ちっちゃい頃少年野球やってて、で、あの、学校終わって帰って遊ぶのも、そう、少年野球の子たちと遊んでたから、あの、ほぼ男みたいな感じになってて、あの、性別は女なんですけど、意味わかりますかね。あ、来た、全速。あ、えい、あ、違うわ。あ、はい、ね、そこじゃ、うん、オッケー。どうします。
動画的にこれは多分ないんですよ。どっちかないんで、こっちは結構得意なんですけど、でも動画的に一番こっちが一番なんですよ。フィッシュさん、どれが一番いいですか？青島。じゃあ青島で。いや、やっぱアリさん。じゃあちょっと遅いです。オッケー、うまいぞ。よし、100、オッケーオッケー、60ゲームよろしか。まあそっか。でも今回はダブル揃いもしたし、連続モードもいけたんで楽しめました、すごく。3連戦77枚です。ロゴはなかったですけど、今のところ初当たりは軽い初当たりを引けてるんで、このまま続行したいと思います。でもなんかね、カメラマンの子も今日すごい麻雀を打つ子で、麻雀とちょっと似た部分ないですか？違和感を感じるって分かります？まあ僕ちょっと麻雀を教えてくれた師匠的な存在が、あ、これ確か2以上、あれ2以上じゃなかったでしたっけ？フリーズした。はい、2以上です。レギュラーのコインでつながりました。40ゲーム。わお、さすがにフリーズなんで別格だと思います。どうします？これ単独とかなのかな？むしろ単独あるんですか？バックマン、ちょっと狙ってみましょうか。メメメチェチェチェ、両方カバーしつつ、チェリーが下についてるバーを中段にポン。あら、これどういうことだ。わー、単独っぽいですね。ぽいのはぽい。だから目押しミスってなければ、はい。さあ、もちろん、いやーラッキー、この15枚はでかい。だからもちろんビッグでしょう。はい、オッケー、41ゲームですね。オッケー、一応2以上は1否定が出ました。おーし、そして今この感じってことはですよ、もうチェリーレギュラーを信用するならば、ああもう2か6です。でメロン確率とかと合わせればこれ6です。6と思って打とう。あ、そうだ、さっきのこの麻雀の話なんですけど、麻雀の話で、まあ、その教えてくれた方がこの麻雀卓に座ったことある方は分かると思うんですけど、真ん中にサイコロを振るところあるんですよね。そこに、まあ、ボタンとかあって、基本的に自分の打牌をするときとか以外はずっとそこの中心を見とけって言うんですよ。そこの中心を見とけと、周りの人の仕草だったりがもう違和感として映るから、まあ麻雀でその腰とかっていうのが言葉があるんですけど、まあ、この人が欲しいんじゃないかっていう牌がそのねえ人の仕草で分かるわけですよ。ちょっと違和感でクッてちょっとピクついたりとか、だからそういう感じでこのパックマンも当てはまるなと思って、この辺をボケーと見とったらなんかねちょっと違和感を感じれるなと。ちょっと本当説明がねなんか下手です、すいません。だからね、なんで違和感を感じるときはなんかこの辺をボケーぼんやり見とけばなんかね気づけますよね。よし、これはいって、ふぅ、よかったー。えのきには負けない、えのきに負けるわけがないから、はい。
危ない、ギリギリマッチコインで699ゲーム SG。 グランドスラム達成しますよ、見といてください。お、あれ、これは、はい、これは特殊位置っていう、背景らしいので、テーブル F 以上ということは、継続率に期待しましょう。ピッさんがあのパックマンが高設定なら多分あのまま安定して出ると思うんで、私はこうやって一撃を狙っていかなきゃいけない。あ、ここで負けるなよ。あれ大丈夫、あれだだだだだだ大丈夫かな、ちょっとやめてよ本当に。男、よしよしよし、なんかすごい怖いんだけど大丈夫かな。よし、オッケー、もう怖いな本当に。よし、単発は回避、女性、うぅ、うぅ、継続は確定しました。いいぞ、グランドスラムいけるぞ。よし、次や、よしよし、確定です。よし、あ、お願いします。でも最低でも80本ある。あー、ちょ、怖い、お願い、よし、ある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 、よし、赤い、これ大丈夫、 OK、 怖かった、よし、グランドスラム達成確定しました。やりました、やった、嬉しい、めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいし、めちゃくちゃ久しぶり、500だと思う。それぐらいか。出とるな結構。いや嬉しい。めちゃくちゃめちゃくちゃ久しぶりにグランドスラム達成しました。ありがとうございました。8連1262枚。はい。17ゲーム SG です。あ、これも伸ばそう。これもさっきの合わせて1535枚動かなし。いやでもさっき707ゲームまでハマったんで、今回グランドスラム達成して1500枚ぐらい出てくれたんでよかったです。確かにとりあえず、とりあえず天国まで回して、あとはちょっと考えます。基本この形ですもんね。まあ角に1個チェリーになったら確定とかあるのかな。チェリー超確定ね。どうなんだろうな。いやね、ほんとね、ノーマルタイプ好きな人にね、まあ、多分分かってくれると思うんですけど、こうやってね、どうだこうだとね考えながらね打ってる時がね一番面白
ですよ。もしかしたらこれからここからリプレイ斜め電波になったらどうしようとか、あどうなるんだろうっていうふうに、いやあるのかなとか考えながら打ってると、本当にそれがあった時めちゃ気持ちいいですよね。あやっぱりそうだったみたいなね。それがねやっぱノーマルタイプ、まあ、てかスロットも全般そうですけど、それが面白いですよね。調べながら自分で考えながら、こここうなんじゃないかっていうのをね想像しながらやってるとね、100万倍ねスロットっていうのは面白くなる。あブクン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 、これすげえな。チェリー蹴ったってことはもちろん、よっしゃー、はい、やっぱりそうですね、中段下段これに関しては子役を蹴れば、はい、エボーボナカクと、はい、レギュラー130ゲームメロ調査、メロ調査、多分多分、あメロ調じゃねえや、これはもらったっすね。そうかそうか、外れるんだ外れるんだ、うわー押せんかったもん第2停止が。はいビッグ175、よし神台、神台です。こんにちは、バーサスに移動してきました。今820ゲームハマってるんですけど、あの波理論的にこう次当てたらボンって跳ね返りが来るんじゃないかなっていう理由です。でも一番の理由は打ちたかったからです。何ゲームで当たると思いますか皆さん。私は1021。お、はい、ある、やったいただきました。よし、オッケー、1000いかなかった。990ゲーム V ビッグ。ナイチンゲールみたいな女だなお前はな。ナイチンゲールがわかんないです。あすごい、あすごい人か、心が仏のような人でしたっけ。めっちゃめっちゃいい人に当ててくれるじゃないですか私。いやーやっぱバーサス、うん、そこまでねハマったバーサス、傷ついたバーサスをさ作ってあげるなんてさすがだな。ありがとうございます。バケクサ、よし、まだいいや、全然ありがとう。あーよし、時間も時間ですし、バーサスの楽しいところもいっぱい楽しめたのでこれにて実戦終了にします。お疲れ様でした。あーもうここに来て500ハモリ、あーやっと来た。いや多分ですよ、多分押せなかったんで、よっしゃようやくや667、えれーハマったな。レギュラー OK、 ハマり脱出、よしこっからよ、ようやくボーナスいけましたから、出玉ほぼほぼ壊滅しました。まあ1500枚くらいあった出玉がだいたい1000枚以上持ってかれたわけですよ。こういうこともあるんですよ、600ゲームオーバー全然あるんですよ。ノーマルタイプ打っときゃこんな状況よー、曲が本当ね出くわします。
買ったもうですねほぼ全の丸です。これぐらいしかないですと41枚。うわーよかった。295ゲームレギュラーボーナス600ハマりというかビッグ感1000ハマってますね今ね。おい俺のビッグどこ行った。31ゲーム、ビッグビッグビッグ、よしこっからじゃいい。いやーこれもなー、まあ、設定的なことを言うと、まあ、もちろん2以上は出てるわけであって6でもおかしくないんですけどね。いかんせん後半ボーナス全く出なかったな。まあこういうこともありますね。さあこのパックマン、いやエンディングにて言います、はい、一言だけ言うのは、まあ、本当楽しかったです、はい、ありがとうございました。はい、実践終了でございます。お疲れ様でした。一言言っていいですか先に、はい、パックマン神台です。めっちゃ楽しそうでしたね。いやー本当ね、後半1000ゲーム間ぐらいねビッグなかったけどね、それを抜きにしても前半のあの輝き、パックマン伝説残します。なんか声時代が来ました。パックマンの時代です。はい、以上です。お疲れ様でした。はいはい、以上でいいですか。早くないですか。もうすごい投げやりじゃないですか。でパック面白かった。もう本当また打とう、はい、はい。で今日の結果マカロンさんからどうぞ。私は朝一からモンキー2を打って、で最後にちょろっとバーサス打って、投資が350枚で回収が1551枚のプラス1201枚です。この娘強い。負けね、もう負けないですね。いつかやっぱ最初に強気の発言やめた方がいいんじゃないですか多分。そうですね、次一回やってみてください、はい、だいぶ弱気にもう勝てないんです。勘弁してくださいマカロンさん。そしたらよしよしって神様が手を差し伸べしてくれる、はい、わかりました。次あたりそうしてみようかなと思います、はい、で私の結果ですねもう皆さんお分かりの通り投資が少なかったんですよ。投資が少なかったっす、250枚、少ない。で獲得がですね407枚ということで、プラスの157枚、あプラス、はい。で、ペナルティの500枚がありますのでマイナスの343枚ということでマカロンと合わせて1544と、うん、スリックラダメだわ。スタッフもダメ、マカロンもダメ。去年でもダメやわ本当。去年でも調子良かったですもんね。ちくしょう。でなんかね今言ったのが、はい、そのスタッフ含め、はい、マカロンの応援してる気があるのよやはり。確かにそれはあるかもしれない。マカロン頑張れっていうのがね必死と伝わってくるの。ビッグ引くたびに後ろで下打ちされてるんじゃないかなって思うぐらいね、なんか威圧感があるのよ本当ね、はい、というわけで今回まあまあ負けてしまい1500キロカロリー食しますけども、はいはい、最後にですね、グラナカさんの店内状況、はい、さあグラナカさんはまあデータがあるんで見やすいですよね、まあ、今日のあたりはここだと思います。窓マギ2、はい、ここ2台、右から2台がねちょっときついんですけど、右っ端このへこんでる台も通常2回らしいんですよ、はい、で内容すごいいいっていうことなので、まあ多分全力は間違いないだと思いますよといった感じなので、まあここ当たりなんだろうなという感じですか、はい、窓2で、6台中3台5、6角で出てます、はい、なんでまあまあほぼ間違いないだろうなと。あでノーマルタイプはいつも通り活気し1台なのかなとは思ったんですけど、バーサス花火バーサス、まあここか19の9 20の6、うん、であとが花火がまあビッグ先行しちゃってますけどどうなんだろうな、ちょっと辛そうだな、まあ、今日窓2等は強かったですけどちょっとそれ以外は若干元気ないかなとは思いました。バラエティとかどうなのかなとは思いましたけども、うん、どうなんだろう、はい、というわけで今日のグラナカさんの状況を総括すると、まあ入ってること入ってます、窓通仙台系、でもまあいつもよりは若干、うん、弱いかなと、
でもこれで弱いって言ったらおかしいですけどね。もう、まあ、窓通の戦力6台があって弱いっていうのもおかしいですけどね。まあいつもよりはちょっと元気ないかなとは個人的には思いました。まあ、それだけね、日頃から要は派手なことやるホールさんなので、まあ期待値が高いかなといったところで、はい、要は以上でございます。ありがとうございました。もう窓通です、はい、6台中ね3台ボロ確定出たらね、まあまあほぼ間違いないと思います。入れてくるかなと思ってました。ね、東大で死んだ扱いじゃん、はい、そうです、そうです、そうだよね、はい、というわけで今日まあ積もり、あ積もったよ俺2以上、うん、多分ねメロン確率も合わせたら 5,6 のどっちかかなと、まあ多分こうなんだろうなと。チェリ長がね、チェリ長レギュラーがちょっと少なかったんで多分こうかなと思いながらも、まあでもこう設定打ちましたんで、うん、まあいいかなと、僕はパックマンいいかなと思います、はい、マカロンさんどうでした、なんか設定的な感じじゃなく、まあ、グランドスラムっていう声しか僕聞こえてこなかったです。いやもう分かんないですね、もうモッキー難しいですもんね、うん、そもそも設定判別自体が、はい、で最後バーサスで持ってる女違いますわ、はい、何言っても勝つんですもん、本当にもう喋れません、喋れませんよマカロンさん、もう本当に喋らせませんよ僕は、なんで怖い、はい、というわけで、本日は以上となりますけども、はい、この後辞職バートを見て、はい、バイバイしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、来ました。なんでボイパしてるんですか全然関係ないですボイパと全く関係ない。たこ焼きですね。たこ焼き、今回たこ焼きを1500キロカロリー、はい、はい、24個かな、え詰めてもらいました。うばそうファミリーパックレゴこれそういうこと綺麗に並んどるやん綺麗ですね、やっぱプロですもんねみんな、すごいというわけでじゃあ今回たこ焼き、まあ見た感じ別に平均ぐらいなレベルかな、まあまあいけなくはない感じなので、はいはい、いけるっていうか、まあ、いけなくないっていうか、まあ、まあいけるよ、うん、いけますね、はい、じゃあ食していきたいと思います。いきます、いただきます。大丈夫、あ、ほんま美味しそうに食べますね、ピスタチオさんも。うまっこれあの、ちょうどいい温度です。ここまでの距離でしょうね、マジであっちっちな感じじゃなくてちょうどいい温度になっとる。いただきます。幸せを感じますか。太ってる方は絶対美味しいですからね、なんか好きですもんね。はい、ってことは自分もってこと。私じゃなくてピスさんのことだけ言いました今。私は私のことは考えてないです。ピスさんのことを考えて私は買ってきました。まあデブは大体好きよたこ焼き。好きやろ。好きです。ほら。うん。ラストいきます。はい。いただきます。はい。じゃあもうピスさん今回余裕そうなので、今回のセリクラはここで終わります。ありがとうございました。バイバーイ。うまかった。